trr1-m1 リサーチリアクトル対国家原子力技術研究所対国家原子力技術研究所第タ対略省英語タイランドインスティチュートオブニュークリアテクノロジーティントは対王国内閣科学技術省の研究所2006年設置対原子力技術研究所対国立原子力研究所とも呼ばれる原子力技術研究所は二千二年 旧原子力平和利用事務局が開組された際に研究部門が分離し2006年に民間企業と政府をつなぐ公的機関として設立された。太陽国の持続的な発展のために原子力エネルギー利用に関する研究開発、原子力に関わる人材の育成を行っている。さらに原子力エネルギー利用に対する理解、教育を広め、協力関係の醸成のために 広報活動を行っている。研究所は、医学、生物工学、農業、材料科学、環境、核安全技術の実用分野でも利用されており、各関連実験を及び計測のほかに、アイソトープ製品、食品、医療、農業分野での放射線、照射製品、遺伝子改変、核廃棄物関連の実験運用を行っている。参カ所の事務所、 研究施設を持つ。バンコクチャトチャックオフィス、パトゥンタニー県の第5運河放射線照射センター、ナコオンラーヨック県オンカラック群のオンカラック原子力研究センターの3施設がある。IAEA、e、に加盟。アジア各訓練教育プログラムの枠組みで、日本から人材育成の支援を受けている。また、 1994から2008年の間、日本原子力研究開発機構によって、研究路の安全運転に関する情報交換、人材協力が行われた。社団法人日本原子力産業協力会、日本と世界の原子力体との協力、ありがとうございます。